第6章悪性腫瘍の治療成績と予後について現在の日本において何人の人ががんにかかりどのような治療をどこで受けてその治療成績と予後はどの程度であるかについては全国をカバーするような調査システムがないために正確な数字はわかりません例えばがん手術の場合 5年間行われたの手術の5年生存率を求めようとするとその治療成績の調査は10年以上必要となるためすべての施設で調査が行われているとは限らずまた出てきた治療成績は5年から10年前の手術の治療成績であることになりますそのためこれから上げる数字は多少古くズレがあることを承知してください 日本人の悪性新生物がんの死亡者数は1950年昭和25年に6万4000人であったのが1960年昭和35年は9万4000人1970年昭和45年は12万人1980年昭和55年は16万2000人1990年平成2年は20万人 1995年、平成7年は26万3000人、1997年、平成9年は27万5000人、1998年、平成10年は28万3000人、2000年、平成12年は29万5000人、2002年、平成14年、30万4000人、2003年、平成15年、30万9000人、 2004年平成16年32万315人とのぞきに増加しています2003年平成15年の死因第2位の心疾患の死亡者数は15万9000人死因第3位の脳血管疾患の死亡者数は13万2000人となっていますこの数字を見ると死因第1位の悪性新生物の死亡者数30万9000人は死因第2位の心疾患と 死因第3位の脳血管疾患の死亡者数の合計29万1千人を1万8千人ほど上回っています。そして2003年、平成15年の悪性新生物がんの死亡者数30万9千人は死因第2位の心疾患の死亡者数15万9千人の約1.94倍となり、 全死亡者数に対する悪性新生物がんの死亡者数の割合は30.5%となります。また、2004年、平成16年になると、死因第2位の心疾患の死亡者数は15万9000人とあまり変わらず、死因第3位の脳血管疾患の死亡者数は12万9000人と少し減少しています。この数字を見ると、 死因第1位の悪性新生物の死亡者数32万315人は、死因第2位の心疾患と、死因第3位の脳血管疾患の死亡者数の合計28万8000人を、3万1000人ほど上回っています。さらに、2004年、平成16年の悪性新生物、がんの死亡者数32万315人は、 死因第2位の心疾患の死亡者数15万9千人の約2.00倍となり、全死亡者数に対する悪性新生物、がんの死亡者数の割合は少し増加して31.1%となっています。以前は、日本人の4人に1人ががんで死亡すると言われていましたが、このような状態が続けば、近いうちに。 日本人の三人に一人がガンで死亡するようになると予想されますし、現実にそのような状態に近づきつつあります。日本人の死因を見ると、1950年、昭和25年までは結核が死因の第一位でしたが、1951年、昭和26年に脳血管疾患、脳出血、脳梗塞などが第一位となり、 30年のの間トップの座を独占してきましたしたかし1981年昭和56年からは悪性新生物がんが死因の第1位となりましたしかも50歳から65歳までの社会的な働き盛りの中実年層の死因の4割以上をがんが占めており非常に大きい社会的損失であると言えます がん死亡の臓器別順位は2002年平成14年の統計では男性では第1位肺がん4万1146人第2位胃がん3万1788人第3位肝がん2万3815人第4位大腸がん2万658人第5位胆のがん7275人となり一方女性では 1> 第1位、胃がん1万7425人、第2位、大腸がん1万7100人、第3位、ハ一万五1二5259人、第4位、肝ン一万1百822人、第5位、乳ガ九9604人、第6位、胆ンノ八千四8438人、第7位、子宮がんガン5319人となっています。全体では 1> 第1位、肺がん、5 6405人、第2位、胃がん、4 9213人、第3位、大腸がん、3 7668人、第4位、肝がん、3 4637人となっています。また、2003年、平成15年の統計では、男性では、第1位、肺がん、4 1634人。 第2位、胃がん、3万2142人。第3位、肝がん、2万3376人。第4位、大腸がん、2万1026人。第5位、胆のがん、7270人となり、一方、女性では、第1位、大腸がん、1万7883人。第2位、胃がん、1万7393人。第3位、肺がん、1万5086人。 第4位、肝がん1万713人、第5位、乳がん9806人、第6位、胆のがん8627人、第7位、子宮がん5302人となっています。全体では、第1位、肺がん5万6720人、第2位、胃がん4万9535人、第3位、大腸がん3万8909人。 第4位肝がん 34, 人となっています2002年平成14年と2003年平成15年を比較すると女性で大腸がんが胃がんを抜いて1位になった点が注目されますがんの治療成績は手術や化学療法などの治療を行ってからの5年生存率で表されます 代表的ながん手術の5年生存率は、がん研付属病院の報告では、胃がん66%、大腸がん71%、肝臓がん5.9%、すい臓がん3.6%、食道がん24%、肺がん34%、乳がん83%、子宮がん81%と報告されています。 この手術のの5年生存率の数字は、病院により差が見られます。この差は病院の医療レベルがある程度関係していることはもちろんですが施設の存在する地域の特性確か地方科など患者の年齢や性別調査した時代統計の取り方などの要素が複雑に関係しており5年生存率の数字だけで病院の医療レベルの良し悪しを決めることはできません。 がんの手術の5年生存率はがんの進行度に関係しておりがんの進行度が進めば進むほどその5年生存率は悪くなりますですから早期がんの症例が多ければその病院の5年生存率は良くなり逆に進行がんの症例が多くなればその病院の5年生存率は悪くなります手術の5年生存率は 手術でがんが切除可能であった症例の5年生存率で、手術で切除不可能であった症例や、がんと診断したときに全身転移があり、初めから手術ができないと判断された症例は含まれていません。したがって、がん患者全体の5年生存率は、手術後の5年生存率より当然のことですが悪くなります。 がんと診断された時点からの5年生存率は、信頼性の高い大阪府のがん登録のデータでは、次の通りです。良好な成績の群に属するものは、乳がん83%、甲状腺がん80%、喉頭がん77%、膀胱がん76%、子宮がん71%です。中位の成績の群に属するものは、 口腔癌60%、血腸癌56%、直腸癌52%、腎癌48%、胃癌46%、前立腺癌43%、脳悪性腫瘍38%、卵巣癌38%、悪性リンパ腫35%です。不良な成績の群に属するものは、 白血病24%食道がん14%肺がん12%胆のうがん12%肝臓がん9%ト、膵臓がん4%ですすべてのがん患者の5年生存は約40%と報告されていますこの成績を見る限りでは現在の医学のレベルではがんにかかった場合は治療を受けても5年生きる確率は 半分以下であることがわかります。